サインアドバイザーグリーンのグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、里芋の種芋の保存方法についてやっていきたいと思います。それではですね、まず種芋を収穫していきたいと思うんですが、今回ですね、いわゆる収穫残差の堆肥置き場に大きな里芋ができました。まずですね、そちらをですね、収穫していきたいと思います。収穫残差を積んで作った堆肥ですね、堆肥置き場にこのように前年度の里芋が大きくなることが結構あります。肥料もやっていませんし、土寄せや水やりもやっていませんが、結構大きくなっています。今回ですね、こちらを収穫したいと思います。まず葉っぱを切っていきます。備中またはスコップで掘っていきます。このようにですね、大きいのが、取れました。それではですね、里芋の種芋の保存方法についてやっていきたいと思いますが、里芋はですね、保存温度が6度から8度ぐらいになります。今までですね、ご説明してきた、例えばさつまいもであれば13度近辺、生姜であれば15度近辺でした。ですので、それに比べると里芋はですね、6度8度になりますので、少し温度が低くても大丈夫です。通常ですね、農家さんの場合は畑にですね、80センチぐらいの穴を掘ります。で、穴を掘ったところに、もみ殻をまず入れて、親芋と子芋をばらしていない、一体化したものをですね、逆さにして、入れていきます。で、最後にですね、土を山盛りにしていきます。農家さんの場合はですね、大量に必要になりますので、穴を掘る必要があるんですが、家庭菜園でやればですね、種芋の量はですね、そこまで必要ないと思います。そういったことでですね、穴を掘るのは大変なので、他にもっと簡単な方法がありますので、そちらをですね、今回はご紹介したいと思います。収穫した種芋をですね、日陰などで軽く乾かします。かといってですね、すごく乾燥させる必要もなくてですね、まあ、この程度で大丈夫なんですが、雨が降った後ですね、ドロドロの状態ですと腐りの原因になりますので、いわゆるドロドロした状態でなければ大丈夫です。あとですね、根っこもありますが、根っこはですね、別にどちらでも大丈夫です。気になる方はですね、手とかハサミで切っていただいてもいいんですが、そのままでも根っこは大丈夫です。こちら品種が石川早生になるんですが、石川早生の場合ですね、基本的に食べるのは子芋で、種芋もですね、子芋を使うんですが、保存の時はですね、親芋と子芋をばらさずに、一緒に保存した方が腐らずにですね、来年も使えます。用意するものなんですが、段ボールと新聞紙と、もみ殻になります。もみ殻ですね、近くに農家さんがいていただけるのであれば無料でもらえたりするんですが、ホームセンターなどで売っています。私たちもですね、もみ殻の手に入るんですが、今回ですね、まあ手に入らない方のためにですね、ホームセンターで買ってきたものをお見せします。家庭園芸用の国産もみ殻になります。私たちの近くのホームセンターでは1キロで税込み398円で販売していました。それではですね、実際にやっていきたいと思います。段ボールを用意して新聞紙をまず引きます。そしてもみ殻を入れていきます。最初にですね、下にもみ殻を敷きます。軽くでいいので、もみ殻を敷きます。そして種芋を入れていきます。親芋と子芋をばらさずに、そのまま一体化した状態で保存します。いわゆる葉っぱがあった部分ですね、葉柄部分を切ってますので、そちらが上になるんですが、保存するときは逆さにします。畑にあった状態で保存してもいいんですが、ここの部分がですね、どうしても腐りやすいので、逆さにした方が明らかに腐りにくいです。で、この状態で入れていきます。
必ず葉っぱがあった部分を逆さにして入れていきます。逆さにすれば種芋同士が重なっても大丈夫です。重ねていいんですが、蓋ができるぐらいの、量にします。そしてもみ殻を入れていきます。隙間を埋めるようにしてもみ殻を入れていきます。これはですね、畑に穴を掘って保存する場合でも基本的にはやり方は一緒です。完全に種芋が隠れるまで入れていきます。ちょうど1袋1キロありますので全部入れちゃいますね。ですので、あらかじめ残す種芋の量と段ボールの大きさともみ殻ですね、考えて用意してください。今回ですね、大きな塊4つをこのサイズの段ボールで1キロのもみ殻で足りましたので、まあご家庭で種も残す場合はもみ殻ですね、1キロで十分足りると思います。そして最後に新聞紙をかけて蓋をして終わりです。こちらで完成です。保管場所はですね、直射日光が当たらず、暑からず寒からず温度が安定している冷暗所に置いてみてください。他のさつまいもや、生姜に比べると、保存温度が低いので基本的には段ボールで大丈夫なんですが、まあ、他のものもそうなんですが、寒い家やですね、寒い地域ではですね、場合によっては発泡スチロールなどに保存してみるといいと思います。今回はですね、里芋の種芋の保存方法についてやってきました。今回のですね、里芋の場合はですね、もみ殻を使うのが大きなポイントになります。ビニール袋に保存しますと水分が多すぎて腐ってしまいます。かといってですね、新聞紙だけですと乾燥してしなびてしまいます。そういったことがないように里芋を保存する場合は必ずもみ殻を使ってみてください。水分を調整してくれますのでおすすめです。ホームセンターですね、1キロで398円と一見高そうですが、この後ですね、種芋を取り出した後、また来年以降ですね、再利用できますので、1キロ買えば十分持ちますので、その辺も経済的にも大丈夫かと思います。今回のやり方はですね、種芋のやり方ということでご紹介しましたが、例えばですね、家庭菜園などで大量に作られている方はですね、一度に食べきれなくてお困りの方もいらっしゃると思います。畑でもですね、ある程度の寒さまでは保存できますが、同じようにして段ボールにもみ殻を入れますと長期保存できます。種芋用ではなくてもですね、ご自宅で食べる用でもですね、食べきれない方は全く同じやり方で長期保存できますので、参考にしてみてください。皆さんもですね、里芋と言いますと3月から4月ホームセンターなどで種芋を買われる方も多いと思います。でご存知の通りですね、里芋の種芋も結構高いです。ですので、このようにですね、段ボール一つで思ったより簡単に保存できますので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。今回はですね、里芋の種芋の保存方法についてやってきましたが、以前の動画にですね、さつまいもや種生姜の保存方法についてもやってきました。おかげさまですね、大変好評いただいていますので、お時間ある方はですね、そちらの方もぜひご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問やご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。